食べたことない料理を好きになれって言われても無理やろ。聞いたことのない音楽を大好きになってくれって言われても無理やねん。実際にかじってみないと、実際に聞いてみないと、実際に試してみないと好きかどうかは分からへんねん。そういうことですよね。はい、どうもこんにちは。子供の心に火をつける MC ミスターおかちです。自分がやりたいことに本気になれる、そんな熱い言葉を紹介してます。チャンネル登録よろしくね。そして親子で見てね。今日紹介する熱い言葉は、好きで困ったを解決せよ。自分がやりたいこと、自分が好きなことを仕事にしたい、そんなあなたは最後まで見てください。早速ですけど、あなたに質問です。ミスターおかちから君に質問なんだ。大人になりたいですか？大人になりたい人手挙げて。どっち？なりたい？なりたくない？ミスターおかちは子供の頃、ちっちゃい時は大人になんかなりたくなかった。なぜなら、なんかしんどそう、大変そう、仕事がつまらなさそうみたいな感じやったからね。でもおかち、今大人になった。だからわかるんだ。もちろん楽しくない仕事、つまらない仕事、やりたくない仕事もある。だけども、毎日最高に楽しい。目見たらわかるやろ、キラキラしてるやろ。ほんま楽しいね。それはなぜか、自分が本当にやりたいことを仕事にしているから。そうなんです。自分がやりたいこと、好きなことが仕事になったら毎日が楽しいんです。今日はその方法を教えます。でね、一番最初に言うとくわ。たまにな、こんなこと言う人がいいね。自分が好きなことをやっていたらいつかそれが仕事になるよ。そんなこと言う人いるやろ。いるね。それはね、間違っています。いいですか？自分が好きなことだけをやっていても仕事にはなりません。じゃあどうやったらやりたいこと、好きなことを仕事にするのか、書きますね。はい、ここを見つけることです。わかる？ここって何やと思う？何やと思う？ここな。まずは一つ目の円は、はい、自分が好きなこと。そして二つ目の円は、困っていること。そういうことなの。わかる？自分が好きなことをただやっているだけではブブーダメなの。なぜなら、仕事というのは相手が困っていることだから。わかる？例えばね、タクシー乗ったことある人いるよね。タクシー乗ったことあるよね。でもな、毎日学校行くときにタクシー使ってないやん。使ってないやろ。それはなぜなら、困っていないから。でもやで、もうどうしても何やろ、試験テストの時間が間に合わへん、早く行かないともうテスト不合格になってしまう、そして雨やし、どうしよう、困ったというときにタクシー呼んだら、さっと時間内に間に合ってテストを受けることができる。そんな困った時やからタクシー使うやろ。それ以外もそうや。喉が渇いたって、どうしよう、このままやったらもうなんかぺちゃんこになってしまう、しんどいという時に自動販売機がありましたね。じゃあ飲み物を買うやろ、困っているから。そして消しゴムどうよな。テストの時に
消しゴムないねん、やばい、どうしようって困ってしまった、困ってしまった、そういう経験をしたから次テストの時に困らないようにテストが終わったら消しゴムを買うでしょ。そうなの、みんながお金を支払う時っていうのは困っている時やねん。そう考えたらわかるやろ、仕事っていうのは相手が困ってることやねん。だから自分が好きなことを仕事にするためには自分が好きなことで相手の困っていることを解決することが大事なんです。そしてここからもう一つ大切なことがあります。ただ好きなことだけではダメなんです。相手が困っていることを見つけるだけでもダメなんです。もう一つ、相手が困っていることを解決する力が必要なんです。つまり三つ目の縁、この三つ目の縁が必要なんです。この三つ目の縁はこういうことだよね。できること。わかる？自分がただ好きなだけやったらあかんねん。例えばやで、おかっち、脳みその手術をすることが大好きなんだ。やったことがないけどね。でも、なんかわからんけど、脳みそを切って手術する自信はあるの。と言ってるおかっちに、大切なお母さんの脳みその手術をお願いする？お願いする？しないでしょ？しないでしょ？それはなぜ？なぜ？そうなの。わかる？ただ好きなだけじゃあかんねん。それが得意なことになってないとあかんねん。できることになってないとあかんねん。そうやろ？パンクした。自転車のパンクがした。でもおかちね、それ直してあげるよっておかち言うたけど、パンクを直すやり方がわからない。でもパンクを直すのは好き。でもやり方わからない。でも3000円払って、そんなおかちに3000円は払いません。なぜならパンクを修理する力がないから、それを解決する能力がないから。そうでしょ？つまり自分が好きなことと相手が困ってることを、ここの間のここのね、なんだろうな、ここのね、ここの重なる部分を見つけることも大事なんだけど、もう一つ大切なことは、自分が好きなことを努力して頑張って練習して、その好きなことの中でのできることを見つけていく、得意なことを増やしていく、自分の技であったり知識であったり技術を身につけていくということが大切なんです。そして最終的に、ペン落ちたけど、最終的にはここです。ここ、自分が好きなこととできることと相手が困っている、ここの緑の部分、ここの緑の部分を見つけることができたら、その時は自分が好きなこと、そしてやりたいことを仕事にすることができるんです。分かったかな？ちょっとペン取るよ。はい。これ簡単でしょ。だからね、最後にあなたに伝えたい。自分がやりたいこと、好きなことを仕事にするには3つやることが必要です。まずは1つ目、ここ、自分が好きなこと、自分が好きなことを見つける。これ大切だよね。でもね、自分が好きなことを見つけるのは、ただ座って好きなこと何かなって考えてるだけやったらね、頭に出てこへんねん。そうやろ？食べたことない料理を好きになれって言われても無理やろ？聞いたことのない音楽を大好きになってくれって言われても無理やねん。実際にかじってみないと、実際に聞いてみないと、実際に試してみないと、好きかどうかは分からへんねん。そういうこと。だからちょっとやってみたい、ちょっと知りたいとか、なんか楽しそうって、心、あなたのここが動いた時にあなた自身も動いてください。心が動いたらあなたも動くんです。そうやっていろんなことを試していくと、自分のここの
好きなこと、ここの好きなな、この青のね、青のここの円が見えてくんねん。自分はどんなことが好きなのかなって、ここが見えてきます。そして好きなことが見つかったら2つ目、ね、ここ、できること、いいですか？ここのできることを増やすということ、わかるかな？好きなだけやったらあかんって言ったらね、好きなことを見つけた、それが漢字かもしれへん、英語かもしれへん、バスケットボールかもしれへん、何でもええんや。漢字やったら、じゃあその漢字をたくさん練習して、たくさんの漢字を覚えるとか、英語やったらたくさん英語を聞いて、英語のリスニング、聞く力を上げるとか、バスケットボールやったらたくさんシュートの練習して、シュートを上手くなるとか、そうやってやりたいことを見つけたら、それを練習して努力して、一生懸命頑張ってできることを増やしていくんです。これが二つ目、大事なこと。そして三つ目、これが最後の仕上げです。もしかしたらこれが一番できていない人が多い。自分が好きなことを見つけて、その好きなことを得意なことに変えていく。それができたら、ね、三つ目、相手が困っていること。相手が困っていること。ここの三角形の部分を見つける。そして実際に助けてあげるということ。困ってる人を見つけたら、その問題を解決してあげるんです。あなたの好きなことであり、得意なことで。わかるかな？あなたにもその力を持ってるんですよ。あなたはその力を十分持っている。例えばバスケットボールのドリブルを覚えている。でも1年生できへんや。じゃあその1年生困ってるんやったら、ドリブルのやり方を教えることはできます。そうですよね。例えばお母さんが、なんだろうな、料理を作っていて、洗濯物を畳むのが困っている、そんな時間ないよっていう時に、あ、私洗濯物好きで得意やから手伝ってあげるって言って、お母さんを手伝うこともできる。そうなの、わかるかい？自分が好きなことでとプラス好きなことができることになったら、相手を助けることができるの。だから困ってる人を見つけたら、自分ができることで何か相手を困ってることを助けることができへんかなとか考えてみて、で考えるだけあらへんで、実際にやってみる、実際にやってみる、動いてみるんです。体を動かして、声をかけてあげて、助けてあげてください。そうやって困ってる人を助ける、そういうことを積み重ねて積み重ねて積み重ねれば、ありがとうって喜んでもらえて、感謝をしてもらえるし、プラス自分が好きなことを仕事にするための練習ができるんです。なぜなら仕事っていうのは相手が困っていることです。ただ自分が好きなことをやってる、得意な技を身につける、それだけではダメなの。相手が困っていることを解決する、そこで初めて仕事になる、お金をもらえて感謝されるの。わかったかい？おかっちは、君が自分のやりたいこと、好きなことを見つけて、自分らしく生きることを心の底から応援してます。はい、ということで今日はね、こう行ったり来たりしながら、ホワイトボード見えたかどうかわかんないですけど、一発撮りで行きました。こんな感じでね、わかったかな？今日は自分が本当にやりたいことを仕事にするための方法を、この3つの円を、用いて紹介させてもらいました。わかったよね？もうわかったよね？これ大事なことは、好きなこととをできることにして、その自分ができること、このできることで困っている人を助けてあげるということです。いいですか？自分が好きなこととできること、そして困っていること、ここのね、緑の三角形だね。あ、ちょっともう話すの疲れたから今日はこれでおしまいなんだけど、このチャンネルではとにかく、あなたの心に火がつくような、そんな熱い言葉をもう全力で本気で届けたいと思ってんねん。伝えたいと思ってんねん。だから、ちょっとでも自分の夢を叶えたいとか、大人になるのが、大人になってもっと楽しいことしたいって、そういう気持ちがあるんだったら、チャンネル登録ボタンをポチッと押してくれて、友達になってくれたらめちゃくちゃ嬉しいです。はい、ということで今日はジ・エンド、また会いましょう。バイバーイ。